皆さん、10月21日土曜日、直接お話し会in幕張メッセありがとうございました。ありがとう。あとツーショット撮影会もありがとう。お話し会ツーショットありがとう。こちらこそありがとう。こちらこそですよ。久しぶりの直接で、あ、おしもしでありがとう。おしもしでもたくさんありがとう。そう、直接っていうかお話し会は久しぶりだったので、お久しぶりっていうのが多かったですね。お久しぶりっていうのが多かったですね。初めて来てくださった方もいてありがとうね。ツーショット特に近かったですね。ハートしちゃったりしちゃったりしてましたね。こんばんは。そう、ありがとうございました。初めましてでした。ありがとう。サッチヤッホー、再販あればサッチの通所とかで追加。待ってるよ。次の直接は福岡ですね。福岡はサンタさんの格好をするので恥ずかしいですね。あ、トリックアートありがとうございます。そう、おすすめ、あ、くしゃみだぞ。おすすめのポーズを聞かれることが多かったから考えときます。たくさんオッチェももちろんおすすめなんですけど、サッチーは個人的にウサギポーズが好きだった。あと猫とか動物やっぱいいなって思いましたね。だからでも次はクリスマスだから、トナカイポーズが多くなりそうな予感。あと何があるかな、ツリーとか。くしゃみが出そうで出ない、今日。うん、幕張はじめまして、ありがとう。おっちぇ楽しかった。おっちぇありがとう。とっても楽しかったですわ。私もありがとうございました。そう、お話し会は煙突できますか？煙突全然だよ。煙突ポーズです。お話し会は全泊をしたんですよ。そうで、ゆいたんと同じお部屋でした。ゆいたん大好き。そう、楽しかったです。何した、まあ、特にこれといったことはしてないけど、なんかお部屋が一緒になるといろいろ話しちゃう。そう、だからずっと話してましたね。あとご飯一緒に食べたりしました。楽しかった。そうそう、話し返しちゃうんですよ。語り合っちゃった。そう、語り合っちゃう。どうしてもやっぱそうだよね。やっぱ夜更かしまではいかないけど、でも思ったよりは遅く寝ちゃうよね。やっぱ盛り上がっちゃって、そう、サッチヤッホー、おはよう、こんばんは。
これ裏起毛なんだけど、それでも寒いんだか。こんばんは、こんばんは。なんか寒いとくしゃみが出そうで出ない状態に入っちゃって、なんかいつもよりゆっくり喋っちゃうすいませんね、特にゆっくりで。そう、余韻ですよ。楽しかった。 あと行き途中にディズニーランド見えて、そう、大興奮。まだ部屋の中では半袖短パン、すごい。サチはもう考えれないわずっと長袖長ズボンで、もうこれやないと生きていけない。そう、この前心配してくれてありがとう。そう、風邪のね、怖さをね改めて知ったので、久しぶりに風邪ひいて、風邪だけにはもう絶対なりたくない。さすがにヒートテックはまだだけど、準備しようかなって思ってる。ちょっと寒い。でもお昼暑いよね。今日室内にいたんだけど、でもそう、お昼は暑かった。これでもこれだったから、お洋服が、うん、ちょっと暑かったですね。昨日から暖房つけて、もう、いやでも確かに昨日の夜は本当につけようかと思ったってぐらい寒い。サチ寒がり、サチどうなんだろうね。でも暑がりとも言われてたけど、最近寒がりかな。わかりません。くしゃみ、寒暖差アレルギー、あ、聞きますね。そう、レイコップしなきゃちょっと違うけどお疲れ様です、こんばんは。そう、こんばんは。朝が特に寒かった、本当に。もう今日びっくりした、もう寒い、冬思い出しちゃったもん今日。ジカルタ市場、屋上の芝生の広場、屋上の下のなら行ったよ、下の方の遊園地の前の芝生は。サチヤッホー、爆体楽しみ、それな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 。そう、サチヤッホー、愛媛の道後温泉に、愛媛の道後温泉行きたい、観光したい、てか旅行したいな。昨日とか最高気温20度いかなかった。そうなの、なんかそうなんだ確かに今日は暑かった、8度。あ、もう逃げたら行かないと一気にって感じ。寒いね、それは。でもいつか、っていうか今年も来るけど、ゼロ度とかの中生きてる私たちすごいよね凍っちゃう。こたつはね、ない一家だったんですよ。そう、みんなこたつから出なくなるから。そう、だからこたつは買いません。私はこれ以上ね、そうそう、布団から出れるかな今年。そう、こたつ無理になっちゃうんですよ。うわー、こたつ、でもこたつがいいですわ今年はいいですわ。そう、友達ん家にあるのでそこで入ったぐらいでずっと入ってませんね。サッチヤッホー、こんばんは、こんばんは、サッチヤッホー。ちょっとかゆいかゆい。お話し会で歌声が好きやねんと声が好きやねんっていう方が
さんいらっしゃって言われて嬉しかったです。ありがとうみんな。そう、だからたくさんねお歌を歌おうと思います。スマイルスマイル。こんばんは、こんばんは。サチヤホー。あ、笑顔好きやって。追加ありがとう。あ、でも落ち着いてますねって言ってくださった方もいた。素敵ですって。ありがとう、ありがとう。画面越しにも届くように感謝の気持ちを込めて。やっほー、こんにちは、こんばんは。やっほー、かわいい色味ラブ、ありがとう。落ち着いてるね。落ち着いてますか？ありがとう。さっちこんばんぬ、こんばんぬ。そう、最近関西弁ね、エセのね。なんでかな、エセですわ、めちゃくちゃ。笑顔大好きです、パオマ。あら嬉しい、ありがとう。絵文字かわいい、嬉しいですね、とっても。めっちゃ愛そう、 S めっちゃ愛せでごめんね。いいな関西弁。あ、タウタウン使います。使う、めっちゃ。あ、そう、昨日ハブテルの意味って知ってますか？そう、ゆいたんにハブテル、なんかの話をしてハブテちゃったんだってって言ったら時が止まりましたね。これ方言だったんだっていう、初めて知った。あ、嘘、初めて嘘。そう、これ、あ、思い出した。嘘思い出したの。そう、あ、そういえばこれ方言やったわって。そう、ハブテル、ハブテちゃったんだって、ってハブテルって感じで時が止まりましたね。そういえば方言でしたわ、ハブテルは。そう、スネルっていう、そう、代表的な山口のかわちい方言です。え、そうなんだ。そう、山口、そう、山口弁ですね。山口弁でもうハブテル系ね。そう、関西弁好きでいてくれて、おおきに、あ、おきに、ありがとう。あ、広島もなんや、ハブテル。あ、瀬戸内は結構ハブテルって言うんや。あ、そうなんや。ドクレル、ドス、ドクレル。へえ、山口は言わんな、ハブテル。でも日常言う、あ、でもハブテちゃったんだって言ったわ普通に。そう、あ、愛媛でも、じゃあ瀬戸内なのかな。そうね、共通する言葉多いんだ、方言。こんにちは、こんにちは、サッチヤッホー。こんばんは、こんばんは。コウモリ、コウモリくん、ハッピーハロウィン。
好きなすは言わないの。好きなすは、でもなすはね結構使う。なんとかなすをとか言いますね。お話し会ありがとう、通信もありがとう。あ、そうなんだ。リアチュー、サッチさんツンデレと聞いたんですが、もうリアチューの中でツンデレキャラになってきてる。まあそうなんだけどね。そう、でも好きですよ。こんばんは。サッチーのツン要素だか。なんだろう、ちょっとね、表現なんだろうね、ツン要素か。ツンのサーチを見てみたい気がする。どんなんなんだろう、ツン。でも最近デレが入ってきましたね。自分で言っちゃってるっていう。ただいま、サッチ、お疲れ、お疲れ、おかえり。そう、ほっぺたツンツン、あ、ほっぺたツンツンしてますよ。ブニブニもしてます。プニプニですね。リア中デレは超激レア。かわいいな、リアちゃん言ってたんだ。そうなの、かわいい。デレ代表はユイタンです。私はユイタンにデレデレです。あ、そう、それを見てリア中が言ってる、よく。サッチタン、リアにもって。可愛いからさ、ツンツンしちゃうよね。あ、これ言わないでね、リア中に。なんか恥ずかしい。 C だよ、みんな。リア中になんとか派としちゃダメだよ。15日のイオン岡山お疲れ様ですか。あ、イオン岡山ありがとうございます。本当に実はドキドキでしたね。ギリギリまでも真顔でした。あの、緊張しすぎて、緊張しすぎて本当に。そう、ゆうなちゃんに緊張してるって言われました。ライブより緊張しました。これはガチ。デジタルスタンプの日の日、え、すごい、こう、ありがとう。でもしっかり話せ、本当にありがとう。もう緊張して何も覚えてないよっていうぐらい緊張してましたね。遊びに来たよ、いらっしゃい、やっほー、サッチー、やっほー、トゥトゥルトゥ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 。充電をしながらスマホをいじると充電の持ちが悪くなっちゃうみたいです。でも配信がしたかったから今日はモバ充につなげてたんですけど、今外しましたっていう
お知らせでございます。どうでもいいと思った人はグッドボタン、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どうでもよくないよって方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、チャンネル登録で思い出した、 2.5 期研究生さんのニューウェブプロジェクトで3月までに登録者数が1万人いくと正規メンバーにこう昇格するみたいなので、皆さんぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いしますです。お願いします。もう登録してますよ、さすが。そう URL からでここで調べてもらってすいません、ここでよろしくお願いします。ニューウェブプロジェクトでございます。あ、歌聞きたいです。じゃあ最後に1曲歌いたいと思います。あ、もちろん登録済みです。みんなさすが、さすがさすが。じゃあありがとうみんな。そう、大好きなので。ちょっと待ってね。あー、これさ、ギリギリ、ちょっと待って、今日縦にしちゃうわけ。ちょっと待って、イヤホンがさせちょっと待ってね、ギリギリまで上に上げて。いや今日はね、気分で縦やったんよ。じゃあギリね、縦にしよう。イヤホンがさせない。あ、来た。あ、そうです、ありがとう。あの10枚目シングル君は何を公開するのかのカップリング曲で、3期研究生のそう幽体リザーツと金縛りっていう曲ができたんです。ちょっとまだ歌が発表されたらもうね、語りたいことがいっぱいあるからもう話しちゃうんですけど、ぜひCD で聴いてくださったら嬉しいです。めっちゃ楽しみ、本当に。聴いた瞬間と叫んでしまいましたね。サッチやっぱ応援団やったわ、忘れてたわ、普段声小さいけって言われるくらい叫びましたね。びっくりしちゃって。ってことで歌います、楽しみにしてますって。もうサッチもすっごく楽しみだから、みんなで一緒に楽しみに待ってよ、で一緒に感想言い合おう、感想楽しみ、聞きます、買いますって、ありがとう。ぜひみんなで聞こう、聞いてほしいな。ってことで歌を歌います。時間がないことに気づいている、気づいている、やばい、ね、どうしようどうしよう、そして焦っている、ちょっと待って、こんな、ちょっと待って、どうしよう、こういう時に決まらないんですね。ちょっと待って、どうしよう、
え？イヤホン刺さってないって言われた。なんでら。あ。あ、来た。落ち着いてって本当にそう。ありがとう。ちょっと一番だけにします。超短い。今日1分26秒しか歌ってないけど、ありがとうございました。一回イヤホン外します。わお、イヤホン曲がってる。ありがとうございました。パチパチ、ありがとう。え、これウサギが可愛い歌声、ありがとう、ありがたい。こちらこそ。サッチヤホー、カワチューありがとう、英語でありがとう、ありがとう、活躍さで、これは早く聞いて、ありがとう。一周回って大好き研究、え、わかる。17研究生さんがしてて再度ハマったよねっていう曲です。ありがとう。ちょっと短かったねけど、またやろうと思います。ありがとう。それじゃあ壇上読まさせていただきます。13位せいくん、12位かきひろくんちょっと待って、もう一回言います。ちょっといつもと違う。13位せいくんさん、12位かきひろさん、11位ゆういちさん、ん、あ、うんうん、10位かたむつりさん、9位まこさん、8位とんさん、7位炭酸せんべいさん、6位おりちゃんさん、5位ゆきおさん、4位りょうじさん、3位まるともちゃんさん、ありがとう。はい、そして2位はくまねパパさん、ありがとう。くまくま。そして1位はやすべさん、ありがとう。パチ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 。ということで皆さんありがとうございました。配信ありがとう。こちらこそありがとう。サチサチヤッホー、ありがとうございました。パチ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 、ありがとうございました。皆さん本日は配信を見に来てくださってありがとうございます。お、59分、ありがとうございました。今日もそして一日お疲れ様でした。明日からまた一日頑張りましょう。じゃあ皆さんしっかり休んでよく寝てください。おやすみ、バイバイ、ありがとう、バイバイ。